どうもパトラチャンネルでーす。どうも。今ここで。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。今日は、毎週恒例 JLPGA、女性ツアー選手、トーナメントの優勝された方のクラブセット。ご紹介していきたいと思います。お願いします。お願いします。そうっすよね、ちょっとずらす。アピールするとこはしとこうかなと。今日はどなたですか。どなた。俺でしょ。下の名前がふわっとして、原入香選手です。原絵理香選手、おめでとうございます。おめでとうございます。復帰。そうですね、ヘルニア5月にヘルニア手術して復帰で、そう、メジャー、メジャー3勝目です。すごっ。国内5勝のメジャー3勝目。メジャー3勝目、すごいね。メジャーに強いんですかってことですかね。まあ、3勝してるからね、強いんじゃないかな。コースはあわらゴルフクラブ。海コースで。ああ、そうっすね、福井県。うん、で初日から60台、68、69、68、68のトータル15アンダーで優勝。初日行くかなって思いましたけどね。いや、岩井選手、ああ3週連続ね。うん、惜しい。まあ大変ですよね。今日雨ですか。雨降ったんですかね。雨降ったんですかね。まあ、2日目、3日目と、エリカ対決。うちエリナさんいらっしゃいますけど、ね、エリカ様。そうですね。エリカ様対決が白熱しだと。菊池選手はメジャーなんか、うん、チャレンジしてて、そう、なかなかいつも2位でとかっていうのが、ちょっとニュース載ってましたね。うん、でも強いんでしょうね。そうですね。うん、メジャー対決。相性いいのかな、コースは。あわらコース、あわら海コースね。だいぶさっき読み方がちゃんと分かった感じですからね。そんな原絵理香選手をの優勝を支えた14本ご紹介させていただきます。お願いします。まずはドライバーパラダイムお使いなんですよ。こちらパラダイムの、スタンダードというかパラダイムツアーの9度、なんかウェイトが 2g のウェイトがどっかにあるみたいです。どこにあるんですかね。ダイヤとかでもないみたいですけど、形はスタンダードと基本一緒みたいです。なんかちょっと分かったらコメントか何かで訂正します。画像、うん、ああ。で、シャフトがジアプタス V2 の、6S ですね。6S、これ4R。プロの私物でございます。基本 R シャフト。いや、ちょっと箱から出てきた時、色はびっくりしましたけどね。の、クラブ。で続いてがフェアウッド。フェアウッドはヤマハですね。ヤマハの VD。今年から契約フリー。うんうん。みたいです。イメージがやっぱ水野ですね。水野でパーリーゲッツ。ああ、そうですね。そうですね。水野パーリーゲッツ。まあパーリーゲッツはね、フェアは継続してたと思うんですけど。で、ヤマハの VD の2021ですね。のモデルを3番ウッドを使いです。で、シャフトは同じくジアッタ V2 の 6S です。全部シャフトはそこで統一されてるみたいです。5番ウッドまだ紹介してないですけど、5番ウッドも V2 使っていらっしゃるみたいですね、うん、そうだ、ドマッスル平均飛距離、あ、うん、忘れた、平均飛距離が、255ヤード。多分な、多分、うん、なんかでもシャフト選んでる時にヘッドスピード46でキャリーが262、トータル飛距離が285ヤードとかトラックマンでは出てるみたいです。へえ。今日のアベが、今日は、ね、これが今年の平均、あ、今年の平均ね、あわら
コース、あわら海コースはドライビングディスタンス、今日はこの試合はやってないみたいですね。でもだって一時腰が、ね、痛くて、前半の方結構ね、何でしたからね、ウニウニ取ってましたからね、うん、ヘルニア、ウニウニ、あー、やったインスタ、インスタ見たぐらいですけど、俺で、5番ウッドで、5番ウッドは、キャロウェイのエピックスピード、5番ウッドです。で、はい、さっきも紹介したように V2 のシャフトです、うん、このフェアウェイはね、飛ぶよ。あー、うん、飛ぶ、言ってましたよね、今日スピードウッドといえばキャロウェイ、そう5番、飛ぶよ。ふわっとしたけど、ウッドなぁ、なんか入れたいんだよなぁ。まあシャフトは全部 V2、6S 全部 6S か、うん、あフローしますよね、フローするか、5番は、あま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 あ若干調整を変えてる、あまあでも別にしかないね、6S、そうですね、多分フェアウェイと3番と5番と重量近いんじゃないかな。あなんかヤマハのヘッドって軽いイメージがあるんですよね、うん、そんなことないですか。どうだろう、バラシって言ってないか余計なこと言いましたね、はい、ということで次ハイブリッドで、ユーティは、在庫がなかったのでこの辺りに出します。G430 の、4番 U 22度かな、うん、4番 U、うん、でシャフトがアッタス EZ370、うん、65S、 ちょっと何言ってるか分かんないですけど、シャフトはマミヤなんだね、全部マミヤでした ね、 うーん、まあマミヤ好きの僕からすると前からいい選択かとは思っていますが、はい、全然重量が違くてびっくりしますけどねで、ユーティリティもう一本入ってるのかな、ユーティのプライマーみたいに使ってるんですけど、ロングアイアン、あ、5番アイアンで MP フライハイ2019年モデル、これもここら辺に参考画像出る多分ねとシャフトがアッタス FF の85ですね、のシャフトをお使いです。中空って書いてありました、うん、な何かよく分かってないですけど中空なんですよねだそう、これも違うんですよ、 JPX923 のツアー、うん、これじゃないですよね、うん、これフォージドスみたいな、うん、あこの辺で、うん、なんか一番923シリーズだと一番小ぶりなヘッドって書いてありましたね。でこれが6番から9番までピッチングは外してます。で5番と同じアッタス FF85 フレックスは85ですからね、でもね余計なこと言う、硬さって FF ってないんだっけ、重量体だけ、あ、重量体だけだって気がする、8号9号、ちょっとふわっと余計なこと言いましたで、ベッジが、もう完全にプロトタイプなんで、うん、ゾディアのプロトタイプで4549-5558、そうですね、へー、なんでピッチ、あー、でも4463で、プロトタイプのウェッジをお使いで、それがシャフトがあったし FF の9号、まあアイアンからは、ウェッジは 10g ぐらい、ああそうっすね、うん、こんな感じですね、すごいピッチですよね、ね、ちょっとここら辺に多分出るかな、出ますかね、あるかな、まああればゾディア見たことな、でもたまに来るか、なんか貝殻みたいなマークする、最後パターロッシー、ロッシーホワイトホット OG ロッシー、ロッシー、あれこれのスーパーストロークでしたっけ、ストロークラボ、ストロークラボスーパーストローク、あーグリップか、それあれそうっすよね、なんか、うん、シャフトがツートンだったような気がする、やべやべ、まあ画像でもないからこれでいいか、うんうん、大丈夫そう、あと最後ボールなんですけど、これ何が違うんですか、これ、あ、これマーク、マーク
何ですか、マークマークは。ああ、そういうことか。マークの違いみたいです。あ、ここが赤いやつ。ああ。へえ。まあ、こちらのボール、ツアー BX、こちらをお使いです。まあ、ブリヂストンのボールも、店頭ではめっちゃ人気ですね。うん、ありますね。X も XS も両方とも。ああ、うん。今、やってるんですか。ああ、そうっすね。なんかやっぱメーカーさんもタイと V1 と同じぐらいツアー B シリーズはボールが売れてるみたいですね。うん、いいボールっすか。いいボール。まあぜひお試しいただいて、というのが、原英佳選手の優勝メジャー制覇、優勝を支えた、14本でした。ご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思っていただいた方はグッドボタンぜひお願いします。おすすめ動画はこちらごめん、いいぐらい。チャンネル登録はこちらです。回の横ぜひお願いします。